ャレンジャー八女学院女子バスケ部。ルールを説明しましょう。制限時間2分以内にコートに設置された15箇所からシュートを放ち、成功すれば1ポイント獲得。各チーム8人のプレイヤーが参加して合計点を競います。福岡佐賀のバスケ部を舞台に繰り広げられる白熱のバトル、それがバスカンシューティングカウント。2年生の塚月です。15点目指して頑張ります。15点というのはポイントですか？はい分かりました、頑張ってください、はい、いよいよ始まりました。2年生の大塚葉月選手のチャレンジ。ポジションはシューティングガード。わあ、ここいいですね、リズムがとにかくいい。八女学院女子バスケ部、ペイントエリアはほとんどの選手がどんどん決めてくるんです。ほらこれ普段の練習の成果でしょう。ここはまだ、もう一度行こう。落ち着いてますね。さあそしてレードは来ました。30秒に満たない。ペイントエリア合格、スリーポイントラインにチャレンジ。さあここまで7ポイントゲット。チャレンジャーは2年生の大塚葉月選手。3人目のチャレンジャー、八女学院女子バスケ部。ちょっとここで止まっている。落ち着いてきました。今度は45度から全身を使ってシュート。もう決まった気持ち、いいよいいよ、こういう気持ち、前のめり前のめり。そして決めていきました。ここまで9ポイントゲット。これを沈めれば10ポイント来ました。吸い込まれました。落ち着いて、ちょっと外れた。まもなく1分10秒経過。来ました、好調です。ここまで11ポイントゲット。これを決めれば12ポイント目来ました。さあそして、わずかに5台、1分25秒に到達。きたきたきた、13ポイント。ここを沈めて、おっと来たぞ。残りはもう最後30秒ほどあります。八女学院女子バスケ部、3人目のチャレンジャー大塚葉月選手、ここまでチーム最高の14ポイント来るか来るか。最後決めれば OK、 パーフェクト達成。どうだ、ちょっとずれている。いやーこれは難しい。センターラインからいった、まだ残りは5秒。カモンカモンカモン、惜しかったですね。ただチーム最高14ポイントゲット。最後がちょっと難しかったです。15点も惜しかったですね、はい、決めたかったですか、はい、チャレンジお疲れ様でした。ありがとうございました。1年生の石原幸乃です。決めれるよう頑張ります。わかりました、じゃあ頑張ってください、はい、続いてのチャレンジは1年生の牛原由紀乃選手、佐賀県出身です。1本目決めて2本目に行きます。普段のポジションをフォワードという牛原選手、来ました、2本目決まった。今度は3ポイントゲット。フリースローラインから来ました。もうとにかくリズムがいい。足のステップ独特ですが、これが彼女のね、このシュートスタイルなんでしょう。どんどん決めていきます。現在34秒経過。もうここで7ポイントゲット。早くも3ポイントラインに移りました。現在は親元を離れて寮生活中という牛原由紀乃選手。さあその活躍、親御さんにも見せていきましょう。50秒経過、3ポイントラインも決めてきた。8ポイントゲット。45度からのシュート。チームメイトもこのボール拾いも非常にタイミング息が合ってきました。すぐさまボールが渡ってきます。さあちょっと止まっている。頑張れ頑張れ石原選手、来ました。そして今度は、ここまで9ポイントゲットを決めれば10ポイント、来ました。落ち着いています。センターからの3ポイント、若干右にそれた。これはいいんじゃないか、それたか。まだまだ30秒あります。落ち着いて、いけますいけます。吸い込まれました。ここまで11ポイントゲット。さあ残り4本でパーフェクト。20数秒あります。頑張れ
牛原選手来ました。決めれば13ポイント目。残り15秒、決まるかどうだ。チームメイトも見つめる。きた、さあ決めれば今度は14ポイント。さあいけ、さあいけ、さあいけ、あとは2秒、ラスト。ただすごい、いやパーフェクト目前、14ポイントゲットです。頑張った、あ、頑張ったと思う。ちょっと緊張してそうですか、うん、だからもっと練習して決めれるよう頑張ります。まあ、いつ頃シューターであったりアウトサイドシュートをメインにやってる選手なので、まあ日頃からずっと練習はしてるんでですね、期待には応えてくれたかなとは思いますけど、どうしてもハーフラインの近くのシュートっていうところがまだパワーとコントロールの兼ね合いがうまくできてないので、まあこれから練習させていく、なかなか試合で打つ機会はないところなんですけど、まあアウトサイドでもう少し打てるように調整はしていきたいなと思ってます。さあバスカンシューティングカウント、ここまで4人のプレイヤーを終えて八女学院50ポイントを獲得。次回早くもパーフェクト達成者が現る。涙の一部始終をお見逃しなく。バスカンではチャレンジャーを大募集。詳しくは RKB バスカンを検索。